久しぶりでしょ。ありがとうございます。俺のコーヒーめちゃめちゃ久しぶりです3年ぶりこれだけで世界があったじゃあでも本当になんか YouTuber になったね。本当ですか。このなんかこう昔とは違う、はいはい、って言わない、ね、それやっぱ違うね。本当に大人になったよ。本当に顔が。ありがとうございます。いろいろ経験しました。本当だね、よかったよ。5年間で、そうおかげさまでじゃあいただきます。飲みたかったああ久しぶりだもん。久しぶりです。久しぶり本当にあ早いからね、年が経つのがね。あっという間ですね、うん、確か3年前に来た時は僕と母とで来て飲ませてもらったんですよ、うん、だいぶなんか様変わりしましたよ。もう本当にテイクアウトねするしかないよ本当にね。今って営業はしてるんですか。営業ねしてない。してないですかなんか噂だとコーヒーじゃなくなるみたいな噂も聞いたんですけど、まあ、コーヒー売るんだけど。あ、売るんですか、はい、だけどほら、まあ、でも今後10年を考えたらさ、はい、何か、はい、そのクレープとかさ、はい、考えてるんだけど、はい、あの奥さんがお菓子屋さんですもんね。そうそうだからそういうのもやってね、はい、いう感じでいいんじゃない、うんうんうん、でもうちょっとしたら店とか来年だね。来年、来年、うん、改装が終わったらうまい。じゃないないでしょ。うまい。これがありそうでないっていうね。この濃さで重さで疲れなくて。そういうこと。ね、キレがいい。そうそうそう。そうこれがやりたくて、そう最初僕めちゃめちゃ練習したんですよね。ここに来てた時に本当に。でもなかなか。まあ、キッチン教えてやろう。本当に。今全然入れ方変わっちゃいましたからね。またちょっとここの入れ方を。だからまあいろいろやってみてもね難しいよねコーヒーは、うん、本当に何がいいのかっていうね感じはまあいろいろ人それぞれだからね、うん、だけどこうねこう好きな人はちょっとこういうの飲みてえだよねみんなね、うん、そういうのを飲ませてあげたいなと思うけど、うん、一気にね、はい、教えてやるよあの結局ね引き継ぐわけならんから、うん、ね俺、うちらの年も60までは舌が効くかもしれんけど、はい、効かなくなるから、舌が。ああ、本当に年齢の問題。そうそうそう。だから、ある程度ね、その、ね、焙煎とかはできるけど、飲まんきゃ分からん。ね、豆のチェックしんきゃなんから、結局ね。そういうのはやっぱ若い子たちが、ね、引き継いでもらうのが一番いいね、本当に。なんとなくクレープとかさそういう何でもテイクアウトできるような感じが今後10年続くんじゃない、うん、収まらんよこれ。あそうですね、うん、収まってくれればもう元に戻すだけだから、うん、ねでみんな言われるもうそれしかねっつって。うまっ深入りがなかなかね難しいよね世の中の浅いコーヒーが多いからね、うん、そうですね、本当に浅いの。これね、思うけどね、なんていうのかな濃いコーヒーをさ、飲める人ってさ、うん、幸せ、うん、なんかじゃあ自分がさ、ちょっとストレス感じたりした時にさ、うん、濃いコーヒーを選ばないの、みんな。あわかる。カズマがさ、じゃあ、はい、仕事で悩んだりする時に、うん、深入りガッツンと行こうと思わないでしょ、まあ、どっちかって言ったら、今日さっぱりめにしようかなって、はい、確かに。だからね、世界中が多分ね、そういう風な、うん、なんつうのかな、深入りよりは、ちょっとこう、おとなしい感じの方が流行ったんだよね、うん、世界情勢でね。景気いい時は、めちゃくちゃみんな濃いの飲んだりね、するんだけど落ち着いて飲めますからね。しっかり味わって味わって、うん、僕も深入り飲むのは休み前の夜とか、
いいっす。もうしっかり落ち着いて、腰据えて、で飲むのが多いです。だからそういうのがね、コーヒーあるあるね。不思議で。確かに。いやでも飲み来れるようになってよかったっす、マジで。だいぶ来年からずっと飲めるからね。あ、本当に、もう。結局。コスタのウォッシュと、はい、もうこのやり取りするだけで泣けてくるな。初め思い出すよね。お師匠ですから ね、うん、ね最初にね来てね、まあ、出会いが、そうそう、出会いが最初にお父ちゃんだよ。そうですね、うちの父がここに来て、なんかいいとこあるぞって僕を呼んでくれて、僕バイト終わりだったんで悩んだんですけど、まあ行くかみたいな感じで来たら、うまいじゃん、何これ通うようになってから、そうだね、そうそうそう、本当ですね。で、しばらくここで通ったんですよね。そのまましばらくここで通ってたんですよね、何も知らずに。で、その後にその母が、そういうことが、この先輩、そうそうそう、先輩後輩だったってことが分かって、まあそういうのが縁があるってことですね、本当にね。びっくりしたね、嘘でしょって。清水さんの息子さん。これが今のコスタリカのお人です。そう。12ぐらい。最近なんかいろんなドリッパーに浮気してるんですよね。いいですよ。あのね、いろいろ見た方がいい。俺だってあんまり見てないから。いいのがあったら教えてもらえてよ、本当に。あ、本当ですか。これ以上のものがあったらやりたいよ、そっちの方がいいもんだって。コーノ以上、そのコーノでも何でも、いや、入れ方、うんうんうん、これ以上のすっきりとしたコーヒーを出せるんだったらやりたいね、みんな願ってると思う、それを。うん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 、一気にライトになった。あの、僕が普段飲んでるのに近いです。そういうことです。やっぱり一杯目のこのがっつりな濃さのあるコーヒーはなかなか自分じゃ出せない。その日によってたりね、うん、でさっぱりめ飲みたい、こういうの飲みたいっていうね、やっぱ幅が広がるだけだけどね、なんとなくね、うんうん、その何が一番うまいとかそういうものじゃなくて、コーヒーの幅がね、うん、広がる方が一番いいから。これは仕事終わりみたいな。そうだけど、今までこうコスタリカもこんな家なかなかったわけ。めちゃくちゃいいね、今。ごく最近ですか。いや、でも本当にね、酸味も綺麗だし、うんうんうん、しっかりボディもある。これ 12g でね、106、70取ってるから、それでこれだからね。京都であのいろんなコーヒー飲んできましたけど、うん、あのやっぱ薄いんですよね。薄いでしょ。まあ、これも関西は特にね、あ、大阪とか京都とか向こうはコーヒー薄いから。うんうんうん、確かに。で本当に昔、今はね、東京でもほらね、うん、浅くなったけど、うんうんうん、もともと浅いからね、向こうはたくさん飲みたいから浅くしてるって言ってた。あ、うん、関東のなんか、ね、人たちはなんか、まあ、まあ喧嘩はあんないけど、まあ、そんなにしっかりめを一杯飲んでっていう風な感じがあったらしいの、昔は、うん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 、だからこう深入りに魅了された人がちょっと多いんじゃない、俺口のね、人たちは。どっちも好きだけど、うん、向こうだと深入りが全然見つからないから、うん、すごい困りました。いや、ないでしょう。まあでもシングルオリジンズのはね、うん、本当にきっちり今覚えておいた方がいい、本当に今のいい時期、そのね、自分が違う若い時の方が味覚がいいって、本当に年取ってから覚えてもなかなか難しいよね。ドリッパーとか、なんか、はい、良さげなやつある、なんか良さげなやつ、どういう感じのやつ見て、お前の動画全く見てないけど、あ、はいはいはい、どういう感じが良かった、自分の中の好みが、好みが、うん、これドリッパーいいんじゃないですかみたいなさ、今まで使ったドリッパー上げてきますね、うん、ハリを、うん、ありますね、ハリを借りた子の、うんうん、なんかいろいろと形があるじゃん、折り紙、ギザギザしてる、その平らなやつね、下が、底が、そこが平らじゃない、その折ってこうなってギザギザしてるけど下が平らじゃない、なんか違ったっけ、いや、突き抜けてますね。あ、突き抜けてるの、多分平らなやつは借りたのウェーブじゃないですか。あ、そうか、
折り紙。折り紙。しか KI から出てる折り紙。最近あれはいろんなところで見ますね。使ってるの。パリオか折り紙が多いですね。はいはい、本当だね。ペーパーが普通に突き出る感じです。全くローマの全く見えない。特にこのブランドあのカップがすごい有名だから、そうだ、ね、なんかね、ラテアートとかでよく見ますね、大会とかで。なるほど。意外に入れやすくて、ハリオか折り紙どっち使おうかな。こういうふうにこう、はい、まあ溝になってると早いのかな。割と早いですね。ハリオとどっこいどっこいか、ちょっと遅いくらいか。そうだね。何使う？高いけど。あ、結構します。結構します。陶器ですからね、全部。そうなんだ。セットする。ギザギザのペーパーがあるんだ。いや、普通に。あ、普通の。あの、コーノとハリオの、あの円錐型。もしくは、あのウェーブドリッパー。うん、あさっき言ったそこが大変なやつの、はい、あのギザギザしたやつも一応つけられます。でもあのウェーブペーパー結構紙臭いんで、湯通しいるんですよね。湯通しすると結構軽くなるんで、しっかりめを飲みたい時にはちょっとあれかなっていう感じですね。あとは木製でヤスキオ式ドリッパーっていうのがあって、リブが縦じゃなくて横に切られてるんですよ。水平にチェンチェンチェン止まるみたいな。あとは三洋産業からフラワードリッパーっていうのが出てて、これもまあ結構見た目というかカラーバリエーションがかなり豊富で、まあ、ハリオより遅いかなぐらい。でも結局さ、俺が思うのに、一番うまいのは、俺は思うのは、うん、はい、ネルだよね。前から言ってましたね。本当にそのバランスたるや、うんうんうん、ネルに勝てるものないって。もう昔の人って天才なんだよね。あんな布でさね、まあそれ布がもう一番の原理がそのね、初めかもしれないけど、うんうん、すごいね。めちゃめちゃまろやかです、ね。本当ネルだな、ネルが一番ね。ペーパーはすっきりしてるけど、うんうん、ね、あのまったり感は出ないからね。そうですね、取っちゃいますからね。いい意味で万人受けするというか、なんというか。僕の中でもネルが一番上なんですけど、今のところ。ペーパーとの間にあのセラミックフィルターもあって。最近あの こんな形の富士山型のセラミックフィルターを、あのそれで落ちるってこと、セラミックの穴が開いてるってこと。そうなんですよ、すごい細かい穴が開いてて。でもこれ、それ詰まってくるだろうね、絶対に。みたいですね。ね。でも、なんか、多分普通に使ってたらなると思うんですけど、ちょこちょこあの、洗って、煮沸するんだ。そうです、そうです。そうすると結構取れますね。最終手段で、モデルによっては焼くってこともできるみたいなんですけど、焼き物なんで。そういうのもまあ悪くはないよね、うんうん、そういう綺麗に落とすかもしれないね、うんうん、あとはそうですね、金属フィルターとか。コロナで打ちカフェも増えましたよね。乾燥、そうですね、だからまあ増えるよね、今からコーヒーはね、うんうん、コーヒー業界の中では追い風だよね、うんうんうん、でみんなおばさんたちでも来るの、ミルク買おうかなって。あ、本当にいいっすね。さっきも言ったおばさんが、そっかそっか、そう、うちにこもってできる趣味なんて、ね、結構限られますし ね。おかげさまで、あの、まあ、アバウターさんですけど、あのカズマックスブレンドもめっちゃ出てます。そう、カズマックスブレンドはどういう感じなの。一応ファーストが出て、それは結構ルワンダをベースにして、甘い感じのルワンダだったんで、あのそれベースで、これコーヒーなのっていうイメージの、あのびっくりする感じのコーヒーブレンド作ってファーストで出して、それだけ良かったんでサマー、今度はしっかりめ、インドネシアも1入れたかな、ちょっと濃いめに深めでやって、で今回冬ブレンドということで、チョコに合うブレンド、エチオピア、コロンビア、ケニアです。まあ僕があのエチオピアのあの柔らかい甘さが結構好きなんで、それベースにすることが結構多くて、でそこからちょっと深めにして、柔らかい深い、ちょっと華やかさ微妙に残ったかなぐらいの。コロンビア あのピンクブルボンもちょっと突っ込んだんで、うん、まあ、深いんでそこまで残ってないんですけど、ちょっと果実感あるかなぐらいの。で、チョコを引き立てるように、まあ単純にまったりするよりはいいかなと思って。で、普段飲みもまあできるかなっていう。なんかこの子も若いね。焙煎のこの子でしょ。ああ、そうです、そうです、沢野井さん31ってたかな。
どうだったかな、一応奥さんはいます。やっぱ SNS ってことなんだよね、うん、若いからね。サネさんその辺強いですね。強いよね。カッピングジャッジ、あ、もう名前が違うか、キューブレーダー、うんうん、持ってます。だけどまあ若い子たちがそういう風に薄いコーヒーをね、あのそれがね、あれなんだよ、うちらよりちょっと上の人たちは、はい、それが流行ったんだって。あ、じゃあもう薄い、濃い、薄い、濃いってわけ。だからそれをサイクルが、サイクルがあるっていうことがね、じゃあ次深入りが来るかもしれないですね。いや深入りも当然来てるんだけどね、絶対来る、うん、でそういうのはこう先取れなきゃいけないね、うんうん、そう、こんだけね、うん、こんな高品質なコーヒーがやっと来てるんだから、もう深いの行ってもいいじゃん、うん、っていう。だけど俺はなんとかその情勢だと思うよ。こう幸せな人ほどそういうのを辛いもの食ったりさ、うんね、刺激のあるの、刺激を与えられる、うん、ね、こう苦しい時にさ、ジェットコースター行こうって人いないでしょ。まあまあまあ、まあまあ、そうですね。それでしちゃったっけ。ちょっと癒されにね、公園とかね、高原に行きたいねみたいな。そういうこと、ね、絶叫行こうよみたいな、ないから。確かに20年使ってんの。20年。そうだよ。あ、そんな持つんですね。名古屋で10年やって、はい、で山梨でも10年以上経ってるから、はい、これでもね、俺思うけど、はい、早く買って早く歯を切れないようにした方がいい、はい、どっちか切れないようにした方がいい、すっぱり切れない方がいい、はあ、こう馴染んでいいんだよ、油がついて。ああ、はい、このローターの中がこう傷もあったりするんだけど、はい、それはなんとなくいいんじゃないかと思うね、見る中では。ただ綺麗に切れればいいってつもりだねだけ、はい、ある程度ね、ある程度この歯が、尖った歯が丸くなってきて、それがいい感じに、だから自分が持ってるこのミルのいい時って絶対あるもん、車と一緒、あね、はい、鳴らし運転の時って、はい、新しいからいいってもんじゃねえじゃん、はい、ね、だからこう時間が経ってた方がなんか綺麗に弾けるのよ、本当に。だからその辺がみんなに交わしてるから、うん、どうだっていうとめっちゃくちゃ綺麗に切れるんですけど、綺麗すぎますよねっていう、こう細かいのもめっちゃ出るんだって。 あ、はい、でもあんまり出ないの細かいのは。だから慣れてきてからなんですね。そう、慣れた方がすっぱりこう切れると細かいのもなるじゃん、はいはいはい、すっぱりいってないからいい感じになってない。なるほど。だからその歴代、その自分が持った何年使っててっていう、このあれもそうなの、あの焙煎機もそうだっけ、うんうんうん、油がある程度こうついてくるの、うんそのドラムの中に、うん、そのついたやつをつきすぎるとちょっとあの油って温度上がっちゃうから、うん、焼きすぎちゃうんだけど、だから掃除1年に1回、うん、ね、で毎回掃除しちゃうと焼きすぎちゃうわけ、そういう、そういう、こうフライパンと一緒、生しするじゃん、はいはい、ありますフライパンだってずっとガーッてやってさ、油なじませるじゃん、うん、それと同じでこのコーヒーのその油分がついてるから、うん、なんかいいんじゃないかって、それがね、なんとなく俺は思う。でまあ毎日使って年数待つってことですね。あんまりこうずっと全部古いのをとりあえず鳴らし運転しようと思って入れてやりまくったら、モーター焼けちゃいますもんね。そうそうそう。だ何度もやるしかないです、ね。そうだから、そういうのがやっぱあるね。だ意外と中古で買った方がいいかもしれない。なんでもね、いい豆をやってるのが条件だと思う。まあいろいろね、見解があると思うけど、うん、難しいわ。水をかけちゃダメだよ、これは。モーターが。モーターって水に、ね、弱いって、はい。だから湿気があるような感じだと壊れるかもしれない。はい、あ、ないですか。そうそうそう。まあ、うちじゃ大丈夫です。コーヒーやるところはもう常に、ね。部屋一気に広くなったんで。よかったね。もう3倍になったんで。そうかそうか。あれ、ワンルームなんだよね、お前のとこが。そうそう、1K です。そうだよね。どういう広く感じたよね、お前のその動画は。ですね。みんなに言われます。そうです。でも、本当に狭いです。あの机をどかしてすのこ布団を敷いてペラペラの中で寝れる。もうそうで、めっちゃくちゃ広く見えるけどね、まさかそんなに狭いとは思わないよね。いやー、でも京都にいた5年間はすごいなんかまあ大変だったけど、まあいい経験になりました。はい、あのね、当たり前にやったでしょ結局ね、その行ってやるしかないじゃん。はい、そうですね。でうちらもその若い時に、はい、もう
出張でさ、二十歳からずっとなんか全国に行って、何やってんのかなみたいなさ、どこにいんのかな俺みたいな、何やってんのかな、そうやりました、あったでしょ、寒い中ね、一人で帰るときだよ、大体ね、一人で帰るとき、あれ俺どこにいんだっけなさ、突然我に帰るし、そうだな、それがでも当たり前のようにその仕事をしてきたからね、それはもうガーッとね、5年間できたっていうことだったのね。それをこう、なんでこんなことしなきゃいけないとかっていうふうに思っちゃうと、多分続かんね、まあ当たり前にしょうがねえよって思わなければ、もう今からもそうだよ、ね、全部が楽しいことなんかないんだからさ、はい、そうですね、もう5年でもう十分もう分かりました、そう、そっちに思考を持っていったら、あ、もう潰れると思ったから、意地張ってなんとかやるしかない、もうやるしかないんだよっていう、そうそう、だからそれが本当経験でね、はい、苦しさが楽になる、本当に、若い時に やっとかないと年取ってね潰れちまうから、すごい思いました、それは本当に身をもって実感しました、ホテルとか言ってたじゃないですか、近いとやっぱ頼っちゃうから周りをって、そうそう、本当に一切何も頼れなかったんです、京都は本当に誰も頼れなくて、ね、マジでくじけそうな時がありましたよ、コーヒー美味しかった、よかったです、久しぶりに飲んだ、はい、帰ってきました、はい、懐かしい味が、懐かしい味が本当に、はい、求めてた味が、はい、責められるからね、俺ね、俺のコーヒーは攻めのコーヒーだから、わかる、もう守りのコーヒーじゃないからね、取ってるのね、一応回してはいる、とりあえずずっと回してはいる、でもほとんど使えると思うけど、はい、ほとんど使えないよ、ほとんど使えないほぼカット、ピーがいっぱい、ピーがいっぱい、ピーじゃ間に合わん直近、恐ろしいからね、バッツンボツン、俺の喋るもん、ちょっと待ってください、じゃあ今後はあれですか、来年、改装が終わり次第クレープとか、あとはテイクアウトの、まあ、豆とかをメインでお店をやって、カフェ形態は基本なしで、心鬼にするしかないんだよ、入れたいんだよ、みんなを入れてあげたいんだけど、まあ、残念、ね、まあ、ご時世ですけどね、しょうがないですね、でやっぱ受け入れる方を自分たちが身を守るしかないわけ、よく見たらドリップポットのなんか壊れてもおかしくないですけど、壊れた壊れた、壊れたからネジを切ってやってるだけだよ、新しいのこれなんだよ、あー、銅ポットの頭が取れてるまあ相当使い込んでますもんね、これでも12、3年じゃない、あー、みんなこうなると思うよ、多分みんなこうだもん、あの輝きが落ちてるって感じですか、うん、どうしても銅だから、うんうん、この外側とここが銅なんだよね、多分ね、うんうんうん、どうしてもね、銅ってそういうのに酸化しちゃう、うんうん、